やっぱり VIG は最強なのかその答えが今回の分配金で明らかになります2021年第4クォーター分配金が0.7725ドルという結果でしたでは行ってみましょうはい VIG の分配金なんですけれども2021年の第3クォーター前回ですね 0.6995ドルということで、前年同期比プラスの25.3%という素晴らしい結果でした。まあ、他 ETF が苦しんでいる中でですね、やっぱり VIG 違うと。そんなところを見せてくれる結果だったと思います。で結論から言っちゃいますと、2021年12月っていうのは、前年同期比プラスの16.34%。トータルでですね、2.66ドルになりまして、 前年比としてはプラスの15.85%という結果でしたいやーほんまにね HDVSPYD がなやばい結果になってる中でやっぱり王者は違いますねこれがですね2016年からの分配金とその利回りなんですけども見てくださいこの綺麗な右肩上がりただそれ以上に 株価がしっかりと上がっていってくれてるので、利回りとしては1.5%程度という結果になっております。利回りだけで見るんじゃなく、しっかりと株価の上昇も見ましょう。VIG のですね、利回り見てみるとどんな感じかというと、はい、いつものように VIG をどこで買うかというとこなんですが、まあ、コロナショックのそこの底で VIG を変えていたら、どんな感じかというと、取得単価がですね、90ドルになります。 利回りとしては2.95%。一方で、今の株価。ここで買っていたらどうなるかというと、169.86ドル。利回りとしては1.57%という結果です。皆さんどうでしょうかね ?VIG に求めてる利回りどれぐらいですか僕は現時点での利回りを考えるんじゃなく、判断ポイントはもうすべて増配率に置いちゃってもいいんじゃないかなと思ってます。もちろん、価格面も文句なし。 紫が VIG なんですけども、SPYD、VYM、HDV と違って、非常に高いパフォーマンスを示しております。この SPYD ですね、いつも動画で言ってるんですけれども、その連動するインデックスってのが今年変わりました。もともとは Nasdaq US Dividend Achievers Select Index という名称だったんですが、それが S&P US Dividend Growers Index に変わっております。でこれに変わることで、 え、起こる影響ってのは何かというと、利回りが過剰に高すぎる上位銘柄ってのをカットする。これによってですね、株価が減少することで相対的に利回りが上がっている銘柄を除外することができるというものです。SPYD の弱点をしっかりと克服しているような ETF です。指数が変わることで、ポートフォリオどうなるかというと、そこまで大きく上位銘柄は変わっておりません。ウォルマートがちょっと見えなくなってるかなってとこですね。 で、セクターで見てみるとこんな感じです。まあ、これについてもですね、めちゃくちゃ大きな違いっていうのは正直ありませんでした。さあ、この VIG、正直、SPYD とか VYM、HDV なんていうのは、アウトオブ眼中。もうこんなやつらライバルじゃねえよと。まあ、そんな声が聞こえてきそうな、えー、非常に優秀な成績なんですけれども。 JEPI。そして QILG。最後に VOO。この3つがですね、ここ最近でいうところの VIG のライバルになってくるんじゃないでしょうか。ちょっとそれぞれの ETF の性質は違ってくるんですが、これら、今話題の最強 ETF と比べていきたいと思います。まあ VIG はね、ヴァンガード社が提供している ETF なんですけれども、残りの3つってどんな状況かっていうと、 JEPI は JP モルガンが提供しているプレミアムインカム ETF。QYLG はグローバルエクス社が提供しているカバードコール ETF です。そして VOO、これはバンガード社が提供しているですね、最強指数 S&P500 に連動する ETF になっています。VIG はですね、VOO と同様に経費率が非常に安く、そして時価総額、これも結構大きいですね。最近出てきたですね、この JEPI とか、 QILG っていうのがまあどういう特徴を持っているのかっていうところを踏まえて簡単に比較していきたいんですけれどもまずはスーキングアルファーでのですねアナリスト評価といたしまして VIG っていうのはやっぱりディビデンドだけじゃなくてモメンタムこういうところもまあまあいい感じですただ JEPI とか QILG って見ると JEPI はですねモメンタムもいいんですけれども配当もかなりいいと QILG はですね まあ、キャピタルと配当のバランスを両方取ってるっていうところで、かなり総合力高いんじゃないかなと思っております。実際、モメンタムは VOO よりもいい評価になっております。一方で、やっぱり経費率ちょっと高いのはしゃあないところですよね。で、利回りなどを見てみると、まだまあ設定来ちょっと日が経ってないんですけども、VIG が1.58%程度、VOO よりちょっといいところ、ちょっといいぐらいっていう感じに対して、QILG は5.37、 JEPI は7%超えっていう結果になってます。なんで、利回りで見るとですね、もうこの真ん中の2つってのが圧勝になります。とはいえ、まだ設定してですね、1、2年程度の ETF、信頼性はなかなか難しいとこですよね。一方で VIG はこの3年間、5年間の増配率も8%台と非常に優秀になっております。まあ、FIRE してですね、分配金から生活費確保したいなっていう人だったら、 毎月配当の JEPI、q i l g なんてのはいいでしょう。VIG はね、やっぱり魅力は安定して増配していくところだと思っております。まあそんな意味でこの4つの ETF っていうのは全然性質は違う ETF になってきます。価格の変動についてはこんな感じになってて、えー、正直 q i l g はですね、半分はトリプル Q なんですけども、まあ半分がカバードコールになってるんで結構弱い感じですね。 アナリストが選定した銘柄などで構成されてるんですがそこまで強くありませんやっぱり最強なのは VOO でそれに続いて VIG が非常にいい成績って感じになってますね株価推移で見るとですねこれ分配金の再投資等は行ってないんですけどこんな感じで VIG はやっぱり VOO には下回るけどっていうとこですただ実際これ見てみてですね JEPI や QILG 利回りめっちゃいい割に思ったほど VIG とも話されてないかなっていう印象になります。はい。ということで、まあ、今回はね、VIG と他の ETF の比較なども行わせていただきました。まず、分配金については0.7725ドルということで、前年同期比プラスの16%。年合計についても同様にプラスの15.81%ってことで、SPYD と HDV が残念な結果の中、やっぱり VIG、安定感最強。そんな結果を証明してくれました。 QILD などは今の配当を VIG っていうのは今の配当ではなく将来の配当そこを期待するような ETF だと思っておりますのでさっき紹介した JEPI とか QILG とはまた少し性質が違うところを理解した上でこれを今買っていくのかどうか検討してみてください QILG とか新しくやってきた ETF なんかには負けてらんねえぜそんなふうに思う VIG 大好きな皆さん ぜひ、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。